じゃあ聞いてください。あなたのためにバラが咲く。バラが咲いた、ようこそ。すいません、マッドマックスかと思って、 iPad の録画お願いしていいですか。あそこに付け忘れたんですけど、それそれ、あの違う、スタンドにあるやつ。すいません、お客さんを使って。次は対馬町。そうですね、あの結構地元の曲を作ったり歌ったりすることが多いんですけど、まあ、あの彼女が、対馬出身ということで対馬の曲が結構多いですね。出身ではないんです、はい、出身じゃない、在住という、在住ですね。でこの次の
の曲は私が詩を書いて相方のジョンが曲をつけました。はい、いいでしょうか。はい、そしたら対馬町よりという曲いきます。ワン、ツー。
雨よ雨よっていう歌をお届けしたいと思いますが、ここでメンバーを紹介した方がいいかな。なんで笑うんですか。この大勢のメンバーを紹介、たった2人のメンバー紹介します。ジョイン山本、64歳、もうすぐ5になります。あとエステル・コーノ、10歳年下、はい、55歳、夫婦ではありません、はい、他人です。違うんですよ、あの人が私の旦那さんで、あの人がジョンの、今日は孫と一緒に来てます。りょうちゃん、こうくんも来てます。雨よ雨よって歌を、じゃあね、聞いてください。トタンの屋根に降る雨は何かを言いたいようだけど、知らないふり曲を、はい、
暑いのにね、ずっと聞いてくださってありがとう。そっちは涼しそうですね。すっごい背中が暑いの。あ、コトジ、え、コトジ来たの？ありがとう。じゃあ最後の曲です。あのアンコール用も用意してますけど、とりあえず最後の曲です。じゃあ、 宇和島城の下を神殿川っていう川が流れてるんですけど、その川をモチーフに作った曲です。あ、お城つながりで、あのちょっと聞いた話なんですけど、大洲城って1泊100万で泊まれるの知ってました？すごいですよね。ぜひあのご興味のある方ご宿泊変にはおらんでしょう。すごいよね、100万泊まる人おるみたいですよ。1人だけやった、あれ歌手の何とかさん
誰？五代夏子さん？はただなんと。ただなの？じゃあアークもただで。200万ぐらいいるんで。オールジョーの歌を歌ってもらって。はい、ね。じゃあ最後の曲、神殿川聴いてください。神殿育てられ僕はここにいる。丸みのおばちゃんが気をつけさいと見送る中で買った駄菓子を自転車のカー神殿川。
アンコールありがとうございます。予定していたアンコールもう一曲だけお付き合い、すみません、はい、今日は随分暑いですね、そしたら最後、はい、勝手にアンコールというやつでサイクリングという曲、一緒に踊れる曲なので踊ってください。ようちゃんも踊ってね。じゃあいきますか。はい、アークでした。ありがとうございました。Thank you.